お待たせいたしました。ボートレース大村第5回恵比寿吉和杯真夏の女王決定戦開催初日目覚まし戦1レーススタート展示を行います。1号艇谷川理恵チルトマイナス 0.5、 2号艇石井博美チルトマイナス 0.5、 3号艇中村照美チルトマイナス 0.5、 4号艇松村雅子チルトマイナス 0.5、 5号艇岩城真美チルトマイナス 0.5、 6号艇小野聖奈チルトマイナス 0.5 です。重量調整、1番谷川選手1キロ、3番中村選手 0.5 キロです。重量は1番谷川1キロ、3番中村 0.5 キロの調整を行っています。なお部品交換はありません。目覚まし戦第1レーススタート展示のコースは内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ただいまのスタート展示は前提が正常なスタートでした。続きまして周回展示を行います。1番谷川理恵、2番石井博美、3番中村照美、4番松村雅子、5番岩城真美、6番小野聖奈。以上の選手で目覚まし戦第1レースを行います。第1レーススタート展示の結果をお知らせいたします。1コース1番タイミング 0.24、 2コース2番 0.29、 3コース3番 0.18、 4コース4番 0.03、
5コース5番 0.05、 6コース6番 0.08 以上です。以上で目覚まし戦第1レースの周回展示を終わります。